自然災害ライフスタイルチャンネルの竹内です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は前回好評だったスト中水進化バージョンスーパースト中水プラスを紹介したいと思います。実はですね、この持っているものは何かっていうとですね、カルスって、書いてあるのでカルスなんですけども、カルシウムのお酢ということで、卵の殻1個につき 100cc のお酢で卵の殻を溶かしたものがカルシウムのお酢なんですね。実際にうち鶏飼ってますし、卵の殻いっぱいあるんですよ。そのまんま畑に撒いてもいいんですけども、そのまま撒いちゃうと畑で猫に荒らされたり肺がたかったりするので、そしてまたカルシウムが吸えるかっていうと、卵の殻のまんまだとなかなか野菜は吸収できないんですね。で、多くの方がトマトを育てて尻腐れ病って言って、青い実もしくは赤い実のお尻が真っ黒になっちゃう病気どうしたらいいですかってお問い合わせが多かったんですね。もちろん一番はトマトを元気にしてあげると、しっかりカルシウムを吸える根っこを作ってあげるっていう、育ててあげるってことがすごく重要なので、そこが基本なんですけども、でも出ちゃったものは仕方ないじゃないですか。その時に何かお手当て、お世話できないかって言った時に、このカルスがおすすめなんですね。カルシウムを根っこが吸いやすい形にお酢がしてくれたのがこのカルスです。こちらの方をいつものスト中水に混ぜて、収穫の終わった後のトマトや尻腐れが出てしまったトマトに水やりの時に、夕方にもしくは曇った日とかにね、あげるとおすすめです。じゃあ実際にやってみようと思います。ここにね、いつもの7リットルの水ここにね目盛りがありまして、7リットル入ってる水、そこにこのスト中水、実はここまで酢、焼酎、木柵って形で、もうこちらの方は混ぜてあります。発酵しないのでこのまんまです。で、ここでいつもの1杯、2杯、3杯、7リットルの水に対してキャップ1杯が 7cc なので、酢1杯、焼酎1杯、木柵液1杯か、混ぜたものを3杯入れてください。で、あともう1杯だけ入れていいんですよ。これ以上濃くすると、5杯以上入れてしまうと濃すぎて葉っぱが焼けちゃったりするのでご注意ください。このカルシウムのお酢はね、腐りやすいというか、pH が高いので別にしといてですね、よく混ぜて、沈殿してるのでよく混ぜて、ここにこういう感じで白濁したお酢、カルスをプラスしてあげます。スーパースト中水プラスです。で、ここのじょうろに入れるんですけど、じょうろのここに茶こしが入ってます。茶こしが入っていると、水がの中に藻があったとしてもね、ここはす口が詰まったりしないので便利です。で、これで7リットル、これ8リットルのじょうろなので7リットル入ります。こうやってやってあげるとね、よく混ざりますしね。水道水だったら1日組み置きしてね、カルキを飛ばしてからあげるといいかなと思います。こんな感じですね。で、本来は曇りの日がいいです。もしくは赤いトマトがなってる時にあげちゃうと、赤いトマトが割れちゃったりするので、赤いトマトを全部取っちゃった後、夕方に、もしくは夕方いけないんです、でも今日みたいに曇ってる日、こういう日は葉っぱに直接かけていいんですね。曇ってる日バージョンまずやりません。これトマトね。最近雨が降ってないんだ、もしくは汁臭が出ちゃったっていう時には、このように葉っぱからも吸うことができるので、日中晴れた時はね葉っぱ焼けちゃうのでやめたいんですけど、これぐらいですね。あげてください。で、もしね晴れてて水あげれない場合、葉っぱに直接当てれない場合は、はす口を上から下に向けてですね、このように根元に、葉っぱに当てないように根元に3周ぐらい回してあげて、1回目はね表面濡らすだけ、2回目はちょっと染み込む、で3回目来た時にはもっと染み込むっていう形で、夕立ちを降らしてあげるイメージであげます。以上がスーパースト中水でした。是非ね、雨のない時やカルシウム欠乏を起こしやすいトマトだったり、地中海性気候からやってくるキャベツだったり、ほうれん草だったり、カルシウム不足の畑があったらスーパースト注水としてカルスを加えてあげてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。またね。